ポケモンカードゲームチャンピオンズリーグ2024京都マスターリーグ決勝戦バトルスタート。お願いします。さあ決勝戦が始まりました。どちらも初優勝を目指す2人の対決、菊池修馬選手そして三輪春樹選手の対戦です。先行は三輪春樹選手、バトルビップパスを使いまして種ポケモンを展開していきます。まあ、ロストバレット軸というところですから、この先行最初の番どういったところを考えていきますか。そうですね、今もチェックしてると思うんですけど、はい、まあ、何がサイドに行ってるのか、そしてエネルギーがどれぐらいの枚数山札に残っているのかを的確に、まあ、把握しながら、このバトルビッパスで、まあ、基本的にはキュアワーの展開だったり、輝く月光河を出して隠し札につなぐ、はい、まあ、とにかく早く山札を引いたりロストゾーンを貯めるようなことを目指すと思います。はい、で基本的に進化するポケモンを扱うデッキではないので、この番で必ず置いておきたい進化前のポケモンなどは、まあ、いないというところですね。はい、あの急に出した種ポケモンをミラージュゲートでエネルギーつけて奇襲みたいな形で、相手のポケモンを倒していくデッキなので、はい、まあ、最初はとにかくあの山札を引いていくロストゾーンを貯めていくことに寄与できれば問題ないと思います。うん、まあ、この山札の確認で海洋画がおそらくサイドに行ってるところは確認済みでしょう。はい、輝く月光画を出します。さあそしてもう1枚、うん、メタモンですね。はい、まあ、メタモン特性変身スタートがあるので、まあ、自分の最初の番においてはバトル場で特性が使えて、まあ、山札のポケモンと変われるというところがあるので、まあ、入れ替えなどでメタモンを出してそれでキュアワーに変換するという動きが基本的には強いかなと思いますね。はい、そして2枚引きます。そして2枚を引いてきます。うん、でまあ、三輪選手のデッキにもね、トドロク付き EX の姿がありますけど、はいすね、これもね、まあ、いろんなカードを使い分けるうちの一つ、はい、まあ、なんですね、技の効果での気絶ってほとんどのポケモンを倒せないことはないですから、スタートを使います。はい、そして花選びを使いましてベンチに下げてメタモンをキワワ選択します。キワワ変身スタートでキワワに、はい、変身しまして、まあ、花選びはね、山札上2枚を見て1枚を手札に、1枚をロストゾーンにという効果なので、また手札を蓄えるのにも強いですし、ロストゾーンを増やすことにも貢献するということで、はい、まあ、ロストゾーンはね、1回置いちゃったらもうトラッシュなどと違って参照できない、帰ってこない場所なんですけど、まあ、結構そこの判断がね難しいデッキですね。はい、まあ、やっちゃったという声も聞こえてきましたけど、まあ、山札をめくる際に本来見ないはずの奥側のカードが見えてしまったというところですね。まあ、このあたりもね、決勝の緊張感で普段はねしないところもあるのかもしれませんが、はい、すみません。まあ、独特のね、はい、メガさん緊張感もありますよね。そうですね、はい、この花選びの後にシャッフル、はい、はい、承知しました。まあ、上2枚は、はい、はい、失礼しました。あの変わらない情報だったと思うので、はい、上2枚は変わって、はい、それ以外シャッフルでという対応になりましたね。はい、まあ、ですから基本的には最初の番そして2回目の番というところでロストにどれだけ置けるかというところが一つ鍵になってきます。はい、はい、はい、ミラージュゲートとカウンターキャッチャーで選択を迷っているところですね。はい、うん、まあ、ミラージュゲートはロストゾーン7枚で使うことができます。まあ、展開の軸でありますよね。エネルギーをつけるということができるグッズ、はい、というところでカウンターキャッチャーをロストゾーンに置きました。ベンチにキワワを出します。キワワを出す。これで変身したメトモンと含めて3匹のキワワを出しました。はい、さらに花選び、まあ、バトルビッパスをもう使わなくていいやぐらいでしょうね。はい、うん、エネルギーの方が結構大事だったりすると思うので、これで番終了です。さあこれでロストゾーンが3枚になりました。うん、でまあ、トドロク付き EX 視点では、はい、この菊池選手としては、まあ、早めにサイドは取っていきたいですよね。相手のポケモン、あんまりサイド多く取らせてくれないアタッカーとか出てくるので、はい、まあ、場合によっては高校最初の番でも技を使っちゃいたい、まあ、それができるのがトドロク付き EX デッキなんですけど、はい、まあ、うまくトラッシュにアクエネルギーを集めてあげると、まあ、サポートであるオーリム博士の気迫だったり、まあ、ダークパッチでアクポケモンにこうエネルギーを集めて、まあ、技宣言ができるわけですね。はい、まあ、そこを目指すために結構最初の番の動きとして、まあ、イキリンコ EX などで展開していくというところがオーソドックスな流れですね。はい、そのハイパーボールで、まあ、候補に上がっている一つがイキリンコ EX。はい、
まあ、あとはモルペコというポケモンがいるんですけど、まあ、技のエネシャリンが70ダメージ出せるのでまずキュアワを倒せるというところと、はい、エネシャリン使ったらベンチポケモンにエネルギーを付け替えるので、はい、まあ、次のトドロク付き X が動きやすい状況も作れるということで、まあ、この番にモルペコがエネシャリンでキュアワを倒したら非常にいい、まあ、100点に近い動きと言えるのかなと思います。はい、イキリンコ EX を出します。まあ、そのためには結構ダークパッチとか場合によってはエネルギー付け替えとかも駆使してモルペコにエネルギー集めなきゃいけなくなるかもしれませんね。うん、タイマーこっちに向けてもらってもいいですか。わかりました。わかりました。まあ、イキリテイクも特性のイキリテイクも、まあ、最初の番にしか使いません。はい、ポケストップ、ポケストップ、スタジアムポケストップは、まあ、お互い使えるんですけど番に1回山札上3枚をトラッシュしてその中の、まあ、グッズを手札に加えられるということで、もしかしたらねグッズ以外の使いたかったカードがトラッシュに行っちゃうかもというリスクがあるんですが、展開を広げられるスタジアムです。はい、とします。うん、今トラッシュにいたクロスシーバーとかもね2枚揃ってると、まあ、ポケモンだったりサポートの回収ができるんですけど、はい、まあ、現状だとこうトラッシュから拾うというよりは山札から引いて展開を大きくするというところを目指しているので、はい、まあ一気にテイクで一気にリフレッシュして、うん、その後の手札で考えていくというところですかね。はい、トドロク付きをベンチ、オーリム博士の気迫もありました。トドロク付き EX、 アクエネルギーをね上手にトラッシュできるかによって、はい、この後オーリム博士の気迫を強く使えるかが変わってきますね。うん、まあ、バトルビッパスで輝く月光画を出すことで特性の隠し札でアクエネルギーのトラッシュができるので、はい、まあ、そういった流れが、まあ、一つ予想できます。うん、それ以外だと、まあ、ポケストップを使うなどしてアクエネルギーがトラッシュされることに期待するというところですかね。はい、まあ、ちょっとポケストップは不確定要素もあるのでこのプレイヤーによって使う使わない出てくると思うんですけど、うん、まあ、もちろんアクエネルギーがねそれでトラッシュいったらラッキーではあるんですが、うん、もちろんそれは運の要素ではあります。なのでポケストップでアクエネルギーをトラッシュしたいかしたくないかによって、まあ、第一の器で先にエネルギーを山札から引っ張ってくるかどうかが、はい、まあ、変わるかなと思いますね。はい、そしてダークライブ今ね手札にアクエネルギーがなくて、まあ、第一の器で手札には来るんで、まあ、隠し札でトラッシュできるんですけど、第一の座先使っちゃうと、まあ、あの山札のエネルギー減るんでポケストップでトラッシュされる可能性は落ちます、ね。はい、なるほど。さあ第一の器でクロスイッチャーきます。クロスイッチャーをトラッシュに置きます。ここでエネルギー、うん、アクエネルギー2つ持ってきました。まあ、おそらく隠し札でトラッシュしていってトラッシュにエネルギーができたことによってサポートのオーリム博士の気迫を使えるようになるので、はい、その先でも引き進めるというところですかね。はい、隠し札です。そして2枚引きます。まあ、さらに第一の器とかハイパーボールがあるとね、エネルギートラッシュできたんですが、ここはちょっと、まあ、ポケストップ使います。ポケストップにもかけていく。ポケストップ、おお落ちている。アクエネルギー、アクエネルギー、うんうん、いや悪くない。アクエネルギー1つ落ちました。これで2匹トドロクツキ EX にね、あのオーリム博士の気迫でエネルギーつけられるので、はい、まあ、ラッキーですね。まあ、順調にトラッシュにアクエネルギーがない状態から2枚トラッシュに置くことに成功しています。はい、そしてオーリマ博士の気迫、ここで、はい、ポケモン2匹まで選んで、あ、1匹にしかつけないというところをね、ここは1匹という選択、まあ、まだダークパッチで他のアタッカー、まあ、モルペコなどに経由することまであり得ると思って考えているところですかね。はい、そして手張りでアクエネルギーをつけていきます。3個あるとね技使えるんですけど現状だと使えないというところです。はい、というところで番が返ります。はい、菊池選手の1回目、まあ、最初の番としてはどのように評価しますか。うん、まあ、技宣言はしたかったかなと思いますね。うん、もし、まあ、そこまでは考えていたでしょうが、はい、もしバトル場のトドロク付き EX が突破されてしまうようなことがあると結構苦しいで、はい、いや選手ポケストップ使ったけど、うん、ツツジアクロマの実験ポケストップということで、まあ、サポートがね2枚トラッシュに行ってしまったのはちょっと苦しいところですね。はい、まあ、アクロマの実験が欲しい使いたいというタイミングではあるのかなと思うので、はい、隠し札花選びなどで引き寄せたいですよね。うん、アクロマの実験持ってたからこそ選択できたかもしれません。次第そのポケストップでどういうグッズが来るかによってアクロマの実験の選択肢が変わるからというところですかね。まあ、入れ替えカード2枚も見えました。すごい釣り竿もありました。うん、まあ、この辺りを見て海洋画がサイドに行ってて非正のヘビーボールもないことが、まあ、分かってるかもしれないので、はい、そう思うと、まあ、サイドガツガツ取るためにこの番にロストゾーンを7枚というところを目指して、まあ、ミラージゲートを使って逆にもう三輪選手がトドロク付き EX を使うということもね、うん、まあ、目指すかもしれません。はい、
今ので2枚さらにロストゾーン行きまして、うん、花選びでこれで7枚1つの基準になります、はい、ここでそうですね、はい、します次のキュアバーで7枚、はい、次のキュアバーで7枚で失礼しました、はい、うん結構ねエネルギーとアクロマの実験というタクでダークエネルギーが手札に来ちゃうというか、まあ、ここでめくれちゃったことでちょっとミラージュゲートでつけづらくなるんじゃないかなみたいな、はい、山札ちょっと何枚あるか分かんないですけど、まあ、ただ1枚でもあればミラージュゲートでつけていけるのかなと思うので、はい、ここでトドロクツキが出ます。7枚でミラージュゲート使います。ミラージュゲート、まあ、ありますね。アクエネルギーね、はい、アクエネルギー、アクエネルギーと水エネルギー、水エネルギーをつけます。結構菊池選手としてはエネルギーが2個ついてるトドロクツキ EX って倒されたくない、ところなんですけど、はい、ここでねさらにもう1枚三輪選手が逆に、まあ、急に現れたトドロクツキ EX がこう相手を倒しに行くというね布陣で攻め込んできております、はい、まあ、この奇襲性ですよね三輪選手のロストゾーン軸デッキは、はい、うん、どんなアタッカーが飛び出てくるか、まあ、ちょっと予想つききらないところで、まあ、ミラージュゲットで急に出てくるので、はい、バトル版出さなければよかったなとかいろいろ対応が変わっていたかもしれないと思わせるような、ね、不意のつき方ができますね。さあ準備をしていた菊池選手のトドロクツキ EX に、準備が完了した三輪春樹選手のトドロクツキ EX 襲いかかる。結構アグレッシブな、ね、試合ですね。どちらが先手を取るかというところで、うん、菊池選手が行くかと思いきや、はい、あ、クロマの実験を戻します。ロストゾーンは7枚、うん、お願いします。失礼します。先行2回目の番でロストゾーン7枚、そして闇ラミを出すかどうかの兆候を出していきます。もう技使ってクルイエグルで倒します。クルイエグルで、はい、相手のバトルポケモンを気絶させる、はい、自身に200ダメージというところですが、はい、まあ、着実に相手のポケモンを倒すことができる技です。残り HP はわずかで返り討ちには合いやすいですが、相手の主要アタッカーエネルギーが多くついたところから倒すことでもしかすると反撃されないかもしれません、はい、まあ、かなり強い先行2回目の番になったんじゃないでしょうか、はい、菊池修馬選手が出したトドロクツキ EX を三輪春樹選手のトドロクツキ EX、 まず先手を取ったのは三輪春樹選手、残りは4枚です。どちらも勝てば初優勝、初の決勝の舞台というところで先手を取ったのは三輪春樹選手、はい、ポケストップ、グッズが出るか出ない。うん、トドロクツキ EX がここまでで合計3枚見えているという状況になりました、ええ、トラッシュに2枚ベンチに1枚ということで、まあ、もし4枚採用でなければ、まあ、もう山札にはないということになりますから、はい、オーリム博士の気迫で古代のポケモン2匹にエネルギーをつけるというのを、まあ、かなりお得な使い方がちょっとしづらくはなってきちゃいましたよね、はい、なのでポケストップで落ちたのは、まあ、あんま良くなかったかなと思わざるを得ないところですね。オーリム、はい、そしてオーリム博士の気迫、まあ、逆にネストボールとか来てればね、あのお得に使えたかもしれないので、ポリマン風の企画をお得に使うために組み込んだらちょっと外してしまったというところですかね。で、まあ、相手の HP 今30になっているので、エネルギー3個ちゃんとつけてあげられれば、あのちゃんとあのカラミティストームの方で倒せるので、はい、うん、こういったオーリム博士の企画ダークパッチ手札からつける分ということで、まあ、3個満たしていけるこのスピード感、はい、やっぱエネルギー0枚からこの1回の場で3になるというところがこのデッキ強いところですから、まあ、準決勝でもねその強さというのはいかんなく発揮していましたが、はい、わずかの間にこの3つのエネルギーが揃うというところが一つ強みです、はい、トレッキングシューズというグッズを使ったんですけど、はい、山札の一番上を見て、まあ、トラッシュするか手札に加えるか選ぶ、もしトラッシュした場合は次の山札の上をね手札に加えるという効果なんですけど、はい、まあ、これはトラッシュの兼ね合い手札の兼ね合いを見て今トレッキングシューズで一番上のカードを見た、そのカードをトラッシュすべきなのか加えるべきなのかを、まあ、迷っているところですね、はい、まあ、ポケモン入れ替えを持っているので基本的にはトドロクツキ EX で技を使うことは叶うんですけど、はい、今後の展開ですよね。うん、まあ、トドロクツキ EX が、まあ、トラッシュにいることも考えての、はい、今後の運用などなど、まあ、その後序盤にクロスシーバーがトラッシュに行ったのがちょっと痛いんですよね。クロスシーバーはあのトラッシュのポケモンを拾うこともできるので、はい、まあ、このままだと、まあ、もし4枚採用でなければすごい釣り竿を使ってボールで出し直すということが必要になってきちゃいますね、うん、はい、
まあ、そういったところで、まあ、救済のクロスレシーバーと、はい、さらには、まあ、引き上げたいトドロクスキ EX がトラッシュにいるというところで、すいません、そうですね、まあ、ここでサイド2枚取りに行って、はい、まあ、そこでダークライ V スターを拾えるかなと思っているので、ダークライ V スターで攻めていくということもこのタイミングにおいては別にありかなと思います、はい、トドロクツキ EX のすごいパワフルさというのは HP が大きい相手にこそ進化を発揮するんですけど、まあ、三輪選手のデッキは HP が大きいポケモン、まあ、あんまり積極的には出てこないので、うん、ダークライ V スターでもまあ巻き切れるかなというところはちょっとありますね、はい、でモルペコを出してますね、はい、逃げて、まあ、モルペコはサブアタッカーみたいな、ね、役割が、あの、この解説の冒頭でもした通り、はい、エネシャリンが非常に強いですね、うん、はい、こちらも確認します。さあ、まあ、両者ともにカラミティストームで追加効果なしで、はい、なしで。ポケストップは場に残すという判断ですね、はい、100ダメージで相手のトドロクツキ X を突破しました、はい、カラミティストームを使ってきました、はい、さあここで4対4ということになります。ただ三輪選手としては先に攻撃ができた、うん、逆にその攻撃されたトドロクツキ EX を落とした菊池選手、どちらもサイドは4枚です。キワワを前に出します。まあ、サイドがね、やっぱりこのヒセのヘビーボールと海洋がまだ残ってたんで、はい、まだ海洋がプランでは走れないんですよね、まあ、引いてから走れるというところではありますが、アクロマの実験、はい、まあ、何をロストゾーンに置くかで結構相手の HP230 のトドロクツキ EX をどう対処するかっていうのは迷いどころですよね、うん、まあ、もちろんすごい釣り竿などがあれば三輪選手ももう一周トドロクツキ EX を使うということはあるかもしれないんですけど、はい、まあ、まあまあアクエネルギーも消耗しているので、うん、こう何で突破するのか見どころかなと思います、はい、まあ、もしくはあの闇ラミとかもいるんで、まあ、トドロクツキ EX は無視して他のポケモンから弱らせていくということもありえますね、はい、そして花選びロストゾーンに置くカードを選びます。ロストします、はい、これで10枚乗せました。ロストマインが、闇ラミのロストマインが使えるところまで来ました。結構しきりに山札の枚数を確認しているので、はい、まあ、海洋画のプラン今ないのかなと思うんですけど、ええ、まあ、引きたいものがどれぐらい引けそうかみたいなところを見てますかね、うん、うん、まあ、この番ね、キュアは別に逃げれますし、はい、闇ラミとかに、ね、経由してとりあえずロストマインを使うということは手堅くできると思うんですけど、はい、まあ、あとはね、このデッキ見えるところだと雷光 V とか鉄の海内 EX といった雷ポケモンがいるんですけど、はい、まあ、雷光 V は少ないエネルギーで動けて、しかも森の封印石とかの当てになるという、ね、ところが強くて、鉄の海内 EX はね、相手があんまサイド多く取らせてくれないデッキだった時に積極的に使って活躍するポケモンなのかなと思います。うん、まあ、この対戦においてはあんまり HP が小さいポケモンが今のところ相手出してきてないので、はい、鉄の海内 EX を使わずに、まあ、勝てるようなプランは組めるのかなと思いますね、はい、そして闇ラミが前に来ます。これでロストマイン使って、はい、さあロストマイン、あ、はい、ごめんね、はい、10枚で、はい、ダメカン12個を好きなリパーラマ効果で、はい、HP70 のモルペコにダメカンを7個乗せました、はい、あと5個乗せられるんですね、はい、5です、まあ、イキリンコ EX とかね、HP 低いんで、はい、弱らせておくと後で倒しやすいとかあるかもしれないんですけど、とりあえず2個はダークライ V、 1点イキリンコの、2点月光がで、はい、イキリンコとさらには輝く月光がと、はいはいはい、モルペコを倒しました。海洋画を見た調整な感じがしますね。なるほど、海洋画があのアクアストームって 50×の倍率でダメージを算定するので、はい、まあ、イキリンコ EX に1与えとくと、まあ、3枚エネルギートラッシュの時の150で倒せるというところはあります。でダークライ V も進化すると V スターになって HP が270なんですけど、はい、2個乗せておくと250になるので、まあ、これも5の倍率の中に入ってきてくれるというところですね。ダークライ進化でだから結構まだ海洋側のプランを追っているんじゃないかなと思いますね、はいはい、ダークライ V スターに進化。海洋側はこうなるとサイドにいつ引きに行くのかというところではありますが、ポケストップはトレッキングシューズとダークパッチというところで、まあ、トドロクツキ EX で基本は押していくと思うんですけど、はい、まあ、アタッカーがね、あのついえるということが一つ不安材料なので、まあ、すごい釣り竿とかで戻しに行くのもありですよね、はい。いやここはまあ様々な選択肢がある中で山札の枚数のチェックですね、はいはい、9枚ですね、まあ、9枚と相手が海洋画を使ってくるということは予想できているかもしれませんね、口選手からすると
まあ、ある程度対戦相手などの情報ももうこの決勝に来れば入っているでしょう。はい、残りは3枚三輪選手、4枚は菊池選手。ダークバチ、ダークライブイスターということで、はい、まあ、この菊池選手のデッキにおいては最も耐久力がある進化ポケモンというところでもあるので、はい、まあ、あとすごく大きいダメージを出さなくてもね、相手のポケモン基本倒せるので、まあ、サブアタッカーとしての運用もね、ダークライブイスターいいところですよね。はい、まあ、そのためには悪エネルギーをつけなければいけないと。ダークライブイスターの悪の波動はとりあえずエネルギーが2個あれば使い始めることができて、はい、場にある悪エネルギーの数だけダメージがかける30で伸びていくんですけど、はい、まあ、あのダークパッチとかと合わせるとね、1回の番でもエネルギー2個は間に合ったりしますね。はい、お、V スターパワーのスタービス、V スターパワー使用しました。こちらはですね、トラッシュのグッズを2枚まで手札に加えられるという効果になっていて、はい、非常に強力ですね。今みたいにクロスシーバーを戻すと、まあ、結果的にはサポートにつながったりもしますし、はい、まあ、ダークパッチのようなエネルギーをつけるグッズを回収してポケモンを強化するということにも役立ちます。まあ、ここで V スターパワーの選択。はい、このデッキ初動はイキリンコ EX で走って、中盤以降輝く月光河でこうちまちま進めていくんですけど、はい、まあ、それだとちょっと必要なものが足りないって時にかなり貢献してくれるカードなのかなと思いますね。はい、あ、すいません、申し訳ないです。あ、わかりました。まあ、ポケストップで、まあ、トラッシュに落ちてしまった時のことも考えて、はい、すいません、もろもろ回収しやすいような構築にはなってますよね、はい、クロスシーバーとかで。で、第一の器とクロスシーバーを拾ったというところですが、はい、サポート何らか使いたいものがあるのかなというふうには思いますが、それともまあ、なんじゃも、ああ、これでなんじゃも持ってくる。はい、まあ、海洋ガノデッキって、まあ、あの準決勝のサブフィーチャータックを見てくださった方は分かると思うんですけど、はい、残り山札を、まあ、0枚とかにした後にエネルギーリサイクルでもうエネルギーだけにして海洋画でフィニッシュを目指すデッキなので、山札が多ければ多いほど、まあ、アクアストームね、ヒットをさせるまでが目指しづらくなるので、なるほど、まあ、そろそろ使われるんじゃないかなっていう警戒、はい、相手の山札を見たじゃないですか、さっき、はい、そういう警戒のタイミングでなんじゃもを使えるっていうのはすごく良かったですね。はい、菊池選手にとっては1枚引きます。まあ、でもアクロマの実験が来ているというのはまあ最低限進めそうではありますよね。はい、三輪選手、はい、あ、花選びしようします。菊池選手はもう相手が海洋画をもう使ってくる前にサイドをガツガツ進めていくしかないですね。海洋画がまあ明確な負けポイントではあるので、はい、逆に三輪選手はまだちょっと余裕あるんですよね。サイドを1枚しか取られないポケモンだけで戦っていけば、あと2回技使われてもまだ負けてないんで、はい、さあ、アクロマの実験、まあ、花選びとアクロマの実験でだいぶ手札増えますからね。はい、まあ、調整された手札を一気に増やしていく三輪選手。残りは3枚同士、まあ、同じ3枚でもややメンタル的なこの重みというところは違うか。まあ、こうして花選びとかアクロマの実験を使っているだけでも山札のカードがちょっとずつねロストゾーンに行くんで、はい、まあ、後で手札を干渉された時でも結構山札が少なくなるんですよね。そうするとまあどれだけ邪魔をされても結局海洋が決まるというね、ところにつながったりします。まあ、マナフィーなどでね、あのベンチへのダメージを防げるといいんですけど、はい、まあ、トドロツキ EX で結構耐久力が魅力であるので、まあ、マナフィーをね入れないことなども結構あるかなと思うので、海洋が通りやすいですよね。はい、さあ、三輪選手、トラッシュ見てていいですか。はい、どうぞ。失礼します。これで終了です。ここでキワは、まあ、ベンチにはまだ4匹、3匹のキワは、まあ、ちょっと準備の番になりましたね。はい、まあ、菊池選手のなんじゃもが良かったですよね。まあ、結果的には一旦遅らせたという結果にはなりました。はい、さあ、まあ、菊池選手としては普通にサイドを取り進める番にはなると思うんですけど、第一の器、第一の器、ネストボール、ネストボールをトラッシュ、まあ、このアクエネルギーを集めて、アクエネ2枚で、まあ、結構あとはサイドを取っていくだけとも言えるかもしれませんね。まあ、自分の場にこのアクエネルギーを集合させます。はい、あ、ごめんなさい、すいません、失礼しました。さあ、残りは3枚同士、決勝戦にふさわしい、まあ、またどこかでね、なんじゃもとか使えるといいかなと思うんで、山札引き進めてそういった手札干渉のサポートへの、まあ、たどり着こうとしている。さあ、ここで海洋が
あ、残りサイド4枚から3枚になるタイミングで海王が襲っていますね。はい、ここはやはりフィニッシュのポケモンでもあるので、はい、海王が来ているというのは一つポイントですね。さあここで決め切るかというところではあります。まあ、アクアストーム、みずみず無色のエネルギーが必要なので、はい、まずちゃんとね、あのミラージュゲットつけてあげるという、ね、ステップ必要なんですよね、はい、でその上でちゃんと山札にエネルギーが残っててほしいんですけど、はい、まあ、生きりんこ EX と輝くエコーガを倒せばいいので、まあ、あんまりね、すごい枚数山札なくても、はい、まあ、フィニッシュは目指せますね、ここでまた山札がだいぶ減るんでね、はい、ここで2枚ロスト、うん、さあ着々と準備が揃ってきたか。残りは3枚と2枚、さらには花選び、はい、山札がここで0枚になります。なくなりました。海洋画を出していく、入れ替えカート、入れ替えカート、それで前に出ました、出てきましたね。さあついに出てきたエネルギーリサイクル、はい、トラッシュからエネルギー5枚を山札に返すことができます。じゃあ水水蝶蝶雷、はい、大丈夫です。水と蝶と雷のエネルギー、あ、もう一回エネルギーリサイクル、そしてもう一回エネルギーリサイクル、はい、今5枚の山札、そして5枚ともエネルギー、はい、雷水赤く、はい、大丈夫です、します。さあそれを持ってきまして、はい、合計9枚ミラージュゲート、ミラージュゲート、これで山札に戻したエネルギーが海洋眼つきますね。はい、もう1枚ミラージュゲート使います、はい、もう1枚ミラージュゲート持っている、はい、1枚つけて攻撃の準備は揃った、はい、どうぞ。じゃあこれで技宣言してアクアストームで、はい、海洋ガのアクアストームで決めた。50ダメージを、じゃあイキリンコと月光ガに当てて、はい、サイド3枚で、イキリンコと月光ガ倒れて、はい、見事美輪春樹選手準決勝決勝と海洋ガでフィニッシュ、見事な初優勝を決めました。美輪選手おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございました。